何も存在しない場所に飛ばされたとは思えないわ。ジョーは、私たちに何かをさせるために世界を移動している。なら、その何かがあるはずよ。綿貫、何があるのか見ていらっしゃい。誰か一人連れて行ってもいいから。わかった。おい、綿貫。野宿した跡がある。多少の人の行き来はあるんだな。ああ。こういう場所は蛇だのなんだのいろいろ出る。お前さんたち、旅したくもせんでうろつくのはやめた方がいいぞ。何しろ山昼だの蛇だのがわんさか出るからね。男でもああいったもんに慣れてないとたくさん出た時に気持ち悪くなるぞ。気をつけな。ほう。まあそうだな。お前は平気なのか？君たちはこの辺りのものではないようだな。それはいかん。この山には立ち入らず、麓へ向かっていきなさい。何か用事があるのでない限り、この山には入らない方が良いだろう。山には魔物がいる。いや、山自体が魔物なのかもしれん。では失礼する。そうかもしれねえな。どの道山ってのは一般人が立ち入らない方がいいな。
早く見つかるといいかな。誰か後ろから歩いてくるぞ。足音がする。あんたたちもこの道を通るのかい？一人で歩いてて寂しい思いをしてたんだ。しばらく一緒に歩かないか？あちこちに薬を売り歩くのが私の仕事だ。今も仕事で出向くところだよ。おいおい、あんたたちそれを知らないで歩いていたのかい？そうか、気の毒に。この道は信州へ続いている。このまま行けば信州に出られるよ。もし戻りたい場所が信州の方ならこの道を行くといいよ。ああ、そうかもしれん。私はこれがあるから大丈夫だったね。鈴ですか？これは魔除けの鈴だよ。この仕事、あちこちを歩き回るからね。何かあった時のために持っているんだよ。ああ、バッチリだ。この道も初めてじゃないが、ヤマヒルもヘビもお目にかかったことがないよ。ああ、そろそろ急いでおかないと次の宿に着くのが夜になってしまうな。それじゃ、お先に失礼するよ。久しぶりに人と話せて楽しかったよ。信州って言えば長野県だから、該当する場所となると岐阜とか富山とか。特定するのは難しいな。綿貫、あそこに石碑がある。ああ、字が消えてるからどんな意図で建立されたかわからねえが。だろうな。
崖に誰かいる。私、崖の下に金字を落としてしまって。はい。どうしても持っていなければならないものなので、なんとか拾おうと。この道はよく通るので、つい気を緩めてしまったのかもしれません。でも、あれがないと私たち。よろしいんですか？ありがとうございます。何かお礼をしたいのですが。綿抜き。やっと気づいたか。お前は自分と違うタイミングで喋ってるのを見て鏡だと思うのか？まったく、ひまわりちゃんもこんな男に好かれて本当にかわいそうだな。やっぱりさ、ひまわりちゃんにはもっとちゃんと守ってやれる男の方がいいと思うよ。お前みたいなグズで気持ちも伝えられない男なんて嫌だって。お前さ、ひまわりちゃんのことがかわいそうにならないわけ？お前のせいでどれだけ彼女が傷ついたと思ってるんだよ。
ひまわりちゃんは俺がちゃんと幸せにするからさ。俺がお前の愛をもらって、ひまわりちゃんもみんなも愛するから。お前が俺の影になれ。たかだか影の分際で、ずいぶん偉そうなやつだな。お前は？俺は態度のでかいやつは嫌いなんだよ。何？おい、お前誰に向かって口を聞いてる？ずいぶん高圧的だね。すごくムカつくんだけど。だったらどうするよ。消えちまえ。なんだと？大きな口を叩いてたくせに、あっけないやつ。ねえ、あいつはお前の写し見みたいだったけど、お前も態度がでかいのか？だったらさ、助けてやったんだから、礼の一つもしたらどうだよ。言葉になんか意味あんの？